むしろインフレを目指してきた、はい、けれどもインフレにならなかったっていうのが実態だと思いますね。はい、でそこがこ今こうこのコロナ以降ですねインフレを抑えようと思っても抑えにくくなっているアメリカと、はい、このインフレにしようと思ってもなかなかインフレにならなかった日本っていうのは相当こう真逆の経済状況になっている、はい、ということですね。 先生どうもよろししくお願いします先生ねあのまず最初にお聞きしたいのがですねあの多分幕末の時ってですね、うん、かなりの激しいインフレーションが起こって、うん、あの体制が変わっていくと、はい、1850年を100とすると、ね、1865年に200までいくとちょうど物価が2倍になるんですね。 でそれはあの金銀比率の問題とかですねあの黒船が来たあと疫病があったり地震があったりこうしながらだけどあの200くらいまで2倍くらいまでは結構持ってたんですけどもそこからわずか3年でですね1869年になると金で見たケースの時は600ですねあの6倍になったと。 それから銀で見たケースの時は808倍になったと、うん、でこれでですねこう体制がですね、うん、飯が食えなくなってもたらなくなったっていう感じのですね、うんえー、話が一つありまして、うん、で同時にあの1980年代にあのあの本当の激しいあのインフレってですねあの実際あの経済学者でですねあの体験した人がいないんでですね、あのー 先生のですねそのブラジル体験と、はい、あの引き合わせてですね、はい、あのまあほとんど可能性がないとはいえ起こるかもしれない、はい、あのその激しいインフレハイパーインフレーションっていうのはどういうものなのかっていうのを少しお話しいただければなというそうですね今ご紹介いただきましたように僕はその本当にハイパーインフレーションが 激しかったブラジルにあの子供の子におりましたので、はい、まあそういう意味ではそういうのを実体験した数少ない、はい、少なくとも日本人の経済学者では、はい、いあともいないんじゃないかと思うんですけどね、はい、でやっぱりその単に物の値段が上がっていくだけだろうっていう状況では全くなくって。 経済だとか社会のシステムが傷んでいくっていうことですね。はい、で、特にその真面目にこう働いている中間層と言われる人たちが、はい、まあ普通だと貯蓄をしてそれで少しずつ資産を貯めていくわけなんですけど、はい、そのインフレやっぱりインフレ調整して金利をつけるんですけど、はい、それでもやっぱりインフレ率の方が高いので、はい、どうしてももう貯金をしちゃうと目減りしちゃうということになってきていてだから中間層がどんどん没落していく、はい というのが、まあ、やっぱり起きた大きなことで,、はい、でかつやっぱり経済も相当荒れていくという意味ではやっぱりあそこまでこうインフレが高くなってしまうと、はい、やっぱり経済や、まあ、社会生活がう人なめなくなるという、はい、でそれがさらに進むとですね、はい、まあ社会不安だったり場合によっては革命が起きたりするということを考えると、はい、やっぱりハイパーインフレーションって相当、まあ、怖いものだなというのは、はい 実感感ととして感じるところではありますよね、はい、だからそれをまああの今は相当インフレが起こるメカニズムとかはですね、はい、その幕末の頃とは違って分かってはきているので、はい、あの簡単にはですねそのハイパーインフレーションにはならないだろうとは思うんです。はいはい、ただその一方でやはり インフレを抑えようとすると相当やっぱり社会的なまああのコストといいますかですねやっぱり痛みを伴わなきゃいけないというのはまあ今あのアメリカだとかヨーロッパの諸国がまあハイパーインフレーションほどではないですけどもやっぱりインフレを抑えようとしてかなり引き締めをしていてまあその結果としていろんなことが起きているというのを見てもですねやっぱり分かっていても やるべき処方箋をやろうとすると相当痛みを伴うという意味では,やはりインフレの抑えることの難しさというのを改めて実感している状況ではあろうと思うんですよね。あの先生あれですよねあのインフレってあの最初の段階であの物価上昇が始まったというあのすごくやっぱりこうどうしたってあの民主主義の,あの政治制度体制のもとでは遅れますですよねそうですね。えー、だからまあ2つの、まあ 理由というかポイントがあると思ってまして、はい、で一つはおっしゃるような民主主義の仕組みの中ではなかなかこう分かっていてもやれることが限られてしまうということともう一つはやっぱり、えー、に認識できるのにある程度ラグがあって少し時間がかかってしまうと外インフレがだんだんこう激しくなったなと分かってきた頃にはいや手遅れになっているという認識のギャップとですね二つのポイントがあるんだと思うんですで。後者の方は、まあ いろいろテクノロジーが発達してくればですね、はい、ある程度は改善はできると思うんですけれど、はいはい、まあとはいえまだ今現段階でそうこうリアルタイムでですね、はい、今週のインフレリスかっていうことをこう綺麗に分かるわけではないので、相当やっぱりデータが揃ってくるには遅れてくるということを見ると、 やっぱりなかなかすぐには対応できないということですね。はい、あとはやっぱり結局その物の値段が上がってくるとそれに合わせてやっぱり賃金も上げざるを得なくなって。はい、でも賃金が上が上るっていうことは やっぱりそのコストが上がるわけで、はい、その分それがあの物価に跳ね返ってくるということで、はい、また物価が上がるから賃金が上がる、はい、賃金が上がるから物価が上がると、はい、まあこういうスパイラルが回ってしまうわけなんですね。はい、でまあ日本の場合は今それでもってこうデフレ脱却をしようという形なんでそのスパイラルをうまく利用しようとしてるわけなんですけれど、はい、今、まあ、欧米諸国で苦しんでるのはそのスパイラルをなかなか止めようとすると、はい、やっぱり。 ある一時期相当こう、えー、賃金が下がるか、まあ、景気が冷え込むかみたいなことをしないとなかなか止まらないんじゃないかというのがご難しいところですね。でもそれって先生相当な痛みですよね。そうなんですね。えー、だからまあある意味でそのかなりのま景気交代を実らずというような覚悟を持たないと、もしかするとインフレをこう 完全に抑え込むことはできないかもしれないというのが、まあ、少しネガティブに悲観的に見た見方ですよね。はい、まあ、そこまでいかないのかもしれないですけれど、うん、やっぱりある程度。その一度、こう、はい、こう。盛り上がったというかですね、はい、うっか上がり始めて。うん、そういうスパイラルに入ったときに、それを止めることの難しさっていうのがあって。はい、まあ。少し引いた目で見ると、はい、まあ、そのい。いわゆる。 中央銀行の金融政策のあり方っていうのはやっぱりかなりインフレ率のコントロールっていうことに、えー、と焦点がかつては置かれていて、はい、まあ今でもそうなわけですけどで,そうですからあんまりそう抑制的に金融政策を運営するということがまあこうディスプリンとしてあるわけなんですけど、はい、なぜそういうことだったのかっていうとやっぱりその一度火がつくと。はい 抑えられないともうとにかく多少のことがあってもこうそんなにこう火が起こるようなつかないようにつかないようにやるんだということでこうまあ回してきたとでそのこうまあ教訓みたいなことがやっぱり今この現代においてもやっぱりかなりまああの通用するっていうかですね考えなきゃいけないまあ教訓なんだっていうのを改めてこう実感してると。 いうのはかなり中央銀行金政策周りの人の、はい、今持ってる、はい、あの世界の中央銀行マンが持っている感覚なんじゃないですかね、はい、今ねでも先生あので一方でですねあの日本だけ特殊でこのインフレって言葉がですね30年くらい前からすでに消えてしまっていて。はい なんかこう、あの、40年前の光景を思い出さないと、はい、あの、こう今のアメリカの光景に似たような、ヨーロッパの光景に似たようなっていうのが出ないという。この、やっぱりこの30年間っていうのは、はい、やっぱりかなりこう特殊な。はい、でも、だけどあの、妙にあの社会的安定度ってものすごく高いし、はい、で、あの、世界で一番あの、安い値段であの美味しいものが手に入ると。はい、で、治安も良ければ、受験も安いっていう。はい あのこの部分ってあります,ですよね,そうですね、まあ、ある意味でこう経済がなかなかこう成長率が上がらないとか景気が良くならないとかっていうことを言われながらも、はい、おっしゃるように、まあ、かなり社会としてはある種の安定があって安心して暮らせるとかどんどん給料が上がっていくっていうようなことを望まなければ、はい それなりの生活ができるっていうまあやや特殊な環境にあったこの30年間だろうと思うんですよね。はいはい、でも30年って先生ほぼ一,一世代だから、はい、あのかなり長いあの特殊な環境ですよね。そうですね。だからそこはやっぱりあのまあずっと経済学者も含めて、はい、世界中の経済学者はまあなぜ日本がこういうことになったのかということをまあ関心と、はい、あの。 教訓を得ようと思っていろいろ研究を続けては来てるわけなんですけど、はいはい、やっぱり世界と大きくずれてきていた30年ではあろうかと思いますよ、ね、これってやっぱりあ,のそのあ,のある種そのインフレを抑えるっていう形のことと、はい、それからあのもう一つで雇用を守るっていう FRB の体系と、はい、日銀のやっぱりそのインフレを抑えるっていう形のことに重点を置く体制と。 この部分っていうのって、やっぱり大きかったんでしょうかね。インフレを抑えるというスタンスが強かったために、あのこの。 マンバブル崩壊以降の30年があったっていうふうには必ずしも捉えてないんですね。どちらかというとむしろデフレ脱却とずっと言ってきたのでインフレを起こしたい、うんはい、起こすにはどうしたらいいかっていうことで回してきたので金融政策もかなり、ま、あの異次元緩和というか、うんね、い,いろんな形のことを組み立てた、ね、組み立てきましたからねむしろインフレを目指してきた。はい けれどもインフレにならなかったっていうのが実態だと思いますね。で、そこはこう今こうこのコロナ以降ですね、はい、インフレを抑えようと思っても抑えにくくなっているアメリカと、はい、このインフレにしようと思ってもなかなかインフレにならなかった日本というのは相当こう真逆の経済状況になっているっていうことですね。はい、これ本当対照的で面白いですよね。そうですね、えーえー。で、まああのー。 どこまでその原因がこう明らかになっているかっていうのはおそらく経済学者によって意見が分かれるんですけれど、はい、今一つのまあポイントとして多くの人が挙げるようになっているのは、はい、やっぱり実は先ほど申し上げたようにその実はインフレがこうどんどんこう止まらなくなっていくのは賃金が上がるからなんですね。はいはい なので一つはだから賃金がどれだけこう上がったり下がったりするかっていう賃金のこう可変性というか柔軟性みたいなことがやっぱり実はその物価をにこう動かすのに大きな要因なんじゃないだろうか逆に日本は結局この間賃金がほとんど動かないわけですよね上がらなかったわけですねでまあなぜ上がらないのかっていうと景気はあまり良くなかったからではあるんですけどやっぱりその長期雇用であってでその ちょっと、ちょっと行政が良くなったから、パワーッとみんなの給料があるわけではなくてですね。その代わり、まあ、安定的に給料をこう維持するということを、まあ、第一にしてきた日本の雇用システムの中では、やっぱり給料や賃金が、そんなに景気に合わせて動かない。で、であるがゆえに物価もあんまり動かないと。 いいうこととだったんじゃないかとやっぱりある種あれですよね終身雇用で一生の雇用の保障とともに、はい、まあその分我慢してねっていうそうですね、うん、だからまあマクロの金融環境とかインフレ率っていうのはやっぱり 極めてマネタリーな現象で、そのマネーサプライのこう量で決まるんだと、まあ中長期的にはそうなんだろうと思うんですけど、そこういう考え方が、まあ割とずっと強かったわけですね。だからそこの話の中では、あんまり、その労働市場とかですね、雇用制度が金融政策のインパクトに大きく左右するっていうふうには、あんまり考えてこなかったんだと思うんですよね。そこがやっぱりミクロとマクロがつながらなかったですね。 そうですね、うん、でやっぱり改めてここの、まあ、日本の経験と、うん、あるいは今の欧米の経験と振り返ってみると、はい、実は労働市場の構造が相当その金融政策の影響の仕方に違いを与えてるんじゃないだろうかということがまあ分かってきて、はい、な,なので、まあ、この今の日銀の金融政策の話の中でも賃金をまあこの気にするような。 話になってきてるってててきるいううこととなんだと思うんですよねなでそこのやっぱり改めてまあそうやって見るとやっぱり日本の労働市場とアメリカの労働市場とやっぱり相当違うよねと。違いますよねいうところを起点に考えると、はい、なんとなくその金融政策の効き方とかインフレの起こり方がだいぶ違うのも、はい、まあ割と直感的には納得できる話なんだろうと思うんですよね。はいえー ただまあこれはそこまでまだ何てんですかね聖地にアカデミックなレベルで検証された話ではないのでまあ一つの有力な仮説というぐらいのものだろうと思いますけれどやっぱりその賃金の動き方がその雇用慣行だとか労働制度にかなり左右されていてでそれが物価の動き方にも大きく左右するっていうのは。 まあ、一つのつながった、あの、整合的なロジックなんだろうな、ね。なるほどですね。